はい、じゃあやっていきますか。主力戦艦、宇宙戦艦ヤマト。これ、開けちゃった方がいいのかな。でも開けると箱がしまえなくなりそうなんで、このままにしときましょう。当然、色をつけましょう。でもまだ私が持ってるのはガンダムレッドだけなんで、残念ながらガンダムレッドで塗ります。こことかこことか赤いし、多分、かっこいいと思う。赤がね。やっぱ戦艦っていうのは赤だよね。うん。カイラムとかね。これ、でもどこ何塗るとかそういう指示もないんだろうな。わかる？オレンジ色に塗る。ここオレンジか。全部細かいな、これ。ミサイルポットみたいなところ、ガンダムでいうところの赤く塗りましょうと。恐れずどんどん行きますよ。もう私は素人じゃないですからね、ある意味。ある意味もう匠ですからね。やばい、はみ出しちゃった。ここであれだな。マスキングテープみたいなの欲しいかも。ちょっとここで、これだけなんですよ。指示に従って。指示はこれだけ。指示が出ていたのはこことここだけ。で、オレンジっていうのでって書いてあって、赤なんで多分ちょうどいい。多分ここのことなんでしょうね。でも私は、それでは終われないんで、もうちょっと行こうかな。というわけで、これも、これ。多分ね、今ね、ここ、この赤いとこ塗ろうかなと思ってます。ここね、絶対。これって、私知ってるんですよ。この端っこ、ライナーっていうの。ライナーから、外すラインに塗るもんですよね。塗りづらいんだけど。どうですか？塗れましたよ。なんか、こういうのあるよね。蓋じゃないよ、でもこれ。まあ、これでいいでしょう。あと、ここだね。ここ塗っとこう。この、よくガンダムとかでもある。このイージス艦にもついてるやつですよね。アメリカ軍。イージス艦？アメリカ軍空母。ミニッツ。ブッシュ。このブッシュの名を冠したアメリカ軍空母が、やばな攻撃で。ここ違うね。塗るとこ多分違う。塗っちゃった。まあいいや。裏出しね。これでいいでしょう。これであと、乾くのを回しましょう。これでとこ。で、もうちょっとこっちもあるんで、これも塗りましょうね。どれだろう。もしかして違うのって言ったかな、今。まあいいや。こういうね、レーダーみたいのは塗った方が絶対かっこいいと思う。なんか、やっぱ160円だと自由にやれるよね。失敗が怖くないっていうか。そうそう、あとね、うわ、すごい。なんか、ガンダムレッドが、この前、グ作った時より、すごい使いやすくなってる。なんだろう、馴染んじゃうの、馴染んできたのかな、私色に染まってきた。俺色に染めてやるぜ。みたいな。いや、見えないから。私、動きつけても見えないよね。そりゃ見えない。もうちょっとこのキャノン砲みたいな、ここね、なんか黒いのが欲しいね。黒金の騎士。なんだそれ。鋼の錬金術師。いや、もうちょっと塗ろう。結構ね、なんか塗るの楽しくなってきたな。もしかしたら、私は、1、2年後くらいに、世界に羽ばたく、プラモ、出る、女子として。女子っていう年でもない。世界に羽ばたく、プラモデル宿女として、NHK、教育テレビがなんか出てるかもしれないですね。そのぐらい、今の私は、すごいプラモデルが、好き、かつ、うまいと思っている。自分で自分はうまい。やっぱ自分で自分を褒めてあげれない人っていうのは良くないと思う。完成図が頭にないとやっぱどこまで塗っていいか分かんないっていうのが弱点ですよね。これ横塗った方がいいのかな。まだ横いらないよね。多分横は塗らない方がいいと思う。アクセントですよ。これもアクセント。めぐみ流。ひてみつるぎ流。へてみつるぎスタイル。クズルーサン。ダダダダダ。もういや、もう塗っちゃおけ。あー、そっかー。皆さん今ね、大失敗起きてます。ここ見、わかるかな。ここね、隙間、要は溝があって、インクが入ってきちゃうんですよ。いやー、参ったね。ちょっと予想外です。初めてこんなことが起きた。っていうか、初めても何も前回ほとんど塗ってないしね。なんだろうね。ガンプラっていうのはやっぱり、あれですよ。ガンダムは、原作、アニメを見てるわけですよ。私は全部、全シリーズ見てるわけですよ。神指弾のエロ画像くださいとかそういうことも言ったりもしますけど、やっぱりガンダムの元が好きですから、そういうことですよ。なかなかいじりづらい。でも、ヤマトに関しては、知識がそんなにないんで、好き勝手塗れる部分ってありますよ。やっぱり。やっぱそこはありますよ。だって、知らないんだもん。知らないから、自分の、なんか、あ、こんな感じじゃない戦艦って、みたいな。主力戦艦って大体こんな感じだよね、みたいな。で、作っていける？ミッターワイヤーです、ミッターワイヤー。キーは、何度も今度も買うんだ。そこでオーベルシュタインじゃねえ。ヘテロクロミアのね、彼。あれが好きだな。黄金の翼っていうね、銀河英雄伝説の、キリヒアイスとラインハルトの出会いの話ですね。子供の時の話。あれはそうです。っていうか、これ、ヤマトだから。銀英伝じゃないから。それは私、銀英伝しか知らないからそういうことになっちゃうけど、ヤマトだからね。うん、いい感じだ。もうちょっとこの辺も塗っちゃおうかな。あ、ここどれ、どこだ？そんなとこないんじゃないか？そんな、じゃないか？あ、あ、これか。ここまた塗るのむずいな。しかも乾いてないしね。あ、やばい、かっこいいかも、これ。160円には見えないんじゃない？もう、すでに。やばいんじゃない？え、それ160円じゃないでしょ？ 5000万円。結構、はみ出ちゃってるけど、多分それが、逆に、いい味になる。メカニックさんが、はみ出しちゃってるんですよ。整備するときに、あー、ここ、肥大しちゃいましたかーつって、じゃあ塗っときますね、みたいな感じで。だん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 、ちょっと塗装がね、変なことになってくる。というわけなんで、今回は、これにて、終幕といたしましょう。色は塗りました。次回、組み立てに入ります。もうこれね、多分、結構簡単
やまたそれで、でもこんな感じ結構かっこいいね、かっこいいっしょ。どうしよう、どんどん塗りたくなるけど、まあ今回はこの辺にしときましょう。というわけで、紳士淑女の皆さん、お待たせいたしました。宇宙戦艦ヤマトより、地球防衛軍艦隊主力戦艦の制作第1回でした。バイバーイ。